今日のテーマと要は論点みたいなことについて若干説明させていただいた上で、それぞれ強力な論者の講演を聞きながら、後で皆さんも参加して一緒にシンポジウムをやりたいというふうなパネルディスカッションをやりたいと思っています。で、前回申し上げましたように全体のタイトルがですね、21世紀、つまり今は2015年ですから、あと85年間を見越してですね、21世紀の全体の日本をどうしたらいいかという問題について、一番大きくは人はどのように生きていくべきかということですけれども、それに合わせて家庭とか地域とか都市とか農村とか、あるいはここ全体、あるいは世界というものをどう考えていったらいいんだろうかというのがそもそもの趣旨です。だから明日明日どうするか、ここ2、3年内どうするかという問題も必要ですけれども、それを延長したいということと、それから家や地域や都市をどうするかとありますけれども、それをさらに拡大して全国とあるいは全世界というようなものをターゲットにした場合にどう考えたらいいかということを考えてみようと思います。で、大体趣旨を3回に分けました。趣旨をですね、一つは日本の今後22世紀を迎えるにあたって非常に大きな問題になっているのが、実は人口少子化社会というものでありまして、これは前回の資料で申し上げましたように、このままでいきますと、我々が言っている2100年には人口が4000万人ぐらいの国土になるだろうという推計がありまして、そうすると今の約3分の1になるわけですから、相当いろんなものが変わらざるを得ないというのが一つの論点です。もう一つ、私は日本国家全体が覆っている宿命みたいなのがありまして、その一つはやっぱ国家財政というのがありましてですね、これが非常に、これはちょっと事実関係紹介しましたけれども、ピンチな状態がありまして、だから今後、いろんなことを考えたときに、何でも国に頼めばいいという時代はなくなって、そろそろ自活するというところにやっぱ入って考えないと、いつまでも国や自治体の財政を頼りにした解決策はできないのではないかと、共通土台にしたい。3番目、エネルギーの問題でありまして、これもいろいろ今論議されておりますけれども、やっぱ原子力というものをどう考えるかというのことも念頭に置きながら、そういういくつかの制約の下で、そんなことを考えていきたいということです。前回は、少子高齢化時代をどう見るかという、一番私ども共通の念頭にあったのは、マスダレポートというものでありまして、このレポートによりますと、日本の2040年、今から25年後くらいにはですね、人口がかなり減って、一番衝撃的だったのは、一つ一つ自治体の名前が全部挙げられてるんですけれども、その日本の自治体の半分ぐらいは自治体として成り立たなくなるだろうという衝撃的なレポートがありまして、これをどう見るかということで、人口論でかなり統計的にいろんな分析を行いました。さらに実践的な課題で言いますと、今安倍政権の下で地方創生をやっておりますけれども、この地方創生の取り組みが、7年目で見た場合に我々の考えるような方向に行っているのかどうかとありまして、ここは少し意見が分かれております。一つはこれに対して少数者切り捨ての時代に入るんじゃないかという観点からですね、今の安倍政権の対応策で難しいというのが一つと、しかし実際に、いろんなことをやっている立場から言うと、これ以外に方法があったら、なんか新しく具体的提案がないと、単なる批判だけダメだと、とりあえずは、今のところやっていってですね、不都合があったらそれを変えていくということしかないのではないかと、やや肯定的な意見が少し分かれています。で、私の問題提起はですね、3回目の時にこれ出てくると思いますけれども、被災地、今回の東日本大震災の被災地を見ておりまして、あそこはいわば少子高齢化社会の今後の都市づくり、地域づくり、家庭づくり、人づくりをするときに大きなモデルになると私は思いますので、その構造を見てみたい。特に今年で、5年が一応終了するとなりますので、ある程度、日本国家の総力を挙げた復興がですね、人口少子化という社会に対応するようになっているかどうかということで、もう少し考えてみると、もう少し深くもう一度見えるのではないかということで、前回は終わりました。今日はですね、そうしたら逆に言うとですね、どういう方向に日本を作ったらいいか、要するに人口少子化高齢化社会の対応策をいくらやってもですね、
どういう街を作るべきか、どういう国土を作るべきか、日本国民はどうやって生きていくべきかということがないと、議論が定まらないということで、全体的に日本の国土どうあるべきかというイメージで、いやいや、イメージ的なところに議論を進めてみようということです。で、このイメージを考えるときにですね、大きく言って私個人的にもいろんな関係で思うんですけれども、やっぱり日本が全体的に大きくなる、ちょうど終戦直後には日本国民全体7000人ぐらいだと、7000万人ぐらいだと思いますけれども、それが70年ぐらいで1億人を超える、だから5、6000万人と人が増えてくるんですけれども、その時の国家のデザインをした人としてですね、田中角栄さんを私は忘れることできないし、いろんな意味でこの人の功罪を検討することによって、将来の人口縮小時代にですね、ある種のリアリティのある政策を考えることができるのかもしれないということで、第2回目のタイトルとして田中角栄さんの講座をということで、このタイトルにいたしました。で、いくつか申し上げたくても、私のレジュメはこうなんか資料紙に入ってからいくつかあります。ただ後で大沢さんがいろいろ紹介してくれますので簡単に言いますけれども、端的に言うとですね、バイブル的な本が2冊ありまして、1つは都市政策大綱、これです。これはおそらく日本の政党というか政治の社会で都市というものをまともに取り上げてですね、分析して対策を考えた最初の最大の功績がこれではないかというふうに私は思っております。これは1968年、昭和43年ですが、大体皆さんの頭の中で昭和43年とはどういう時代だったかなと思うと分かると思いますけれども、日本が高度戦後は高度経済成長にあって、どういうふうに日本国土を決算するかという時に非常に大きなバイブルがこれです。もう一つ、その後、4年後にですね、日本列島改造論というのがあります。この本なんですけれども、ここで田中角栄さんが都市政策大綱からですね、日本国土全体に全世がどうなるかということを書いた本ということです。で、今日の資料集なんかちょっと見ていただくと分かりますけれども、改めてもこう2週間ぐらいずっとこの本をいろいろ読んでるんですけれども、いろんなことを発見しました。都市政策大綱でいうとですね、特に私のように弁護士としても学者としてもですね、公共事業を批判が入ったっている人から見ると極めて田中さんは罪が多いなと思うんですけれども、その書いてあるところを見るとですね、必ずしもそうではなくてですね、例えば都市政策大綱の第一番目にですね、どういう都市を作るかってありました。これ見事にもちろんこの都市を作ってくれる官僚さんが優秀なんですけど、見事にいろんなこと言ったり、第一番目に国民のための都市政策をやることがありまして、都市の主人は工業や機械ではなく人間そのものである、人々に緑と太陽と空間の計画をもたらし、勤労と生活の余裕を与える都市社会を形成しなければいけない、都市の主人公は市民である、国民であると一番冒頭に持ってきちゃった。これ自民党の政治家にしたら珍しいなという感じがしてましてですね、非常にびっくりしました。改めて2番目の列島改造論ね、これが3回目の制度論とか多分これが議論されると思うんですけど、極めて情熱があってますか。田中圭さんについては皆さんいろいろご存じと思いますけど、要するに新潟の意地深い、今では非常に貧困な層から生まれて、あんまり学歴もなくですね、東京に出てきまして、戦争もちょっと噛んでるんですけれども、出てきまして、そこから総理大臣になるまでにものすごいエネルギーがありましたです。その原点は、自分の故郷に対する愛といいますか、ね、それが非常にあってですね、それが4つに出てます。ちょっとこの資料でちょっと見ていただくとですね、24ページ。高度経済成長に対する彼なりの反省がありました。真ん中ぐらいですけれども、ジョニー・カイリーというところですけれども、昭和30年代に始まった日本経済の高度成長によって、東京、大阪など、太平洋、ベルト地帯へ産業、人口、過度集中し、我が国は世界に類を見ない高密社会を形成するに至った。巨大都市が過密のるつもりやに、あえに苛立って、反面農村は若者が減って高齢化し、成長のエネルギーを失おうとして、都市人口の急増はウサギを追う山もなく、小舟を釣る川もない大都会の小さなアパートがただ一つの故郷という人を増やした。これが日本民族の優れた伝統を次の世代につないでいくのは難しいということで、日本列島改造を行うというのは序文です。
結びにとありまして、これが26、27にありますけれども、これは非常に我々に勇気を与える言葉です。連ねておりまして、人口少子化しか、多分私は田中角栄さんと全く正反対の制度なり、人間なり、文化を目指さなきゃいけないと思うんですけれども、しかし同じだなと思うところはですね、この一番結びにというところの26ページです。一番下の段ですけれども、敗戦の下落から今日の日本建設を指揮したお互いの素と力、知恵と技術を結集すれば、大都市や産業が主人公の社会ではなく、人間と太陽の緑が主人公となる人間復権の新しい時代を迎えることは不可能ではない。一億を超える有能で明るく勤勉な日本人が軍事大国の道を進むこと、軍事大国の道を進むことなくですよ。田中角栄さんがそう言って、軍事大国の道を進むことなく、先進国に共通するインフレーション、郊外、都市の過密と農村の過疎、農業の行き詰まり、世代間の断絶をなくすために、総力を挙げて国内の改革に進むとき、世界の人々は文明の先端を進む日本をその中に見出すであろう。そして自由で社会的な偏見がなく、そういった努力さえあれば、誰でも人からの人物になる日本は、国際社会でも誠実で尊敬できる友人として、どこの国ともイデオロギーの違いを乗り越え、兄弟付き合いが末永くできるというふうに書いてあります。軍事大国なく、どうやって生きていくかと、これ人口縮小時代になってもですね、こういうことは必要じゃないかと私は思っておりまして、中は全く違うんですけれども、しかしその最初に言った都市政策大綱の所信表明、およびこの日本列島改造論のちょっとね、細部を見ると、非常に共通するところも多いという感じがしてまして、必ずしも罪ばかりではないということです。改めてですね、この日本列島改造を見てみますと、いろいろ、一日経済圏とか、一日生活圏とか、一日交通圏のために、特に交通を中心といかにインフラネットワークを作るかなんですけれども、その中にすでにリニアというものを、だから50年前のですよ、リニアというものの将来、非常に大きなものになるかもしれないとか、今よく言われているコンパクトシティというのも必要になるかもしれないと書いてありまして。かなり長いスパンで、この人は見たな、我々も大人がさんに代わるそのアイデアを出すときに、もうちょっと50年先から見たものを考えないとちょっとダメという感じがするということです。で、これと対照的なのは、実は資料であんまり挙げてない、一回挙げようかと思います。大平さんの田園都市論になりまして、これは田中さんと皆さんご存じの通り、盟友でありますが、この都市や国土に関しては全く違うイメージを出しております。で、いろんな若手を登場しながら研究会があって、大平さん途中で亡くなったものですからその田園都市論はうまく具体的に制度されないんですけれども、その時の思想というものが4つありましてですね、これが大平さんの実質メモで、これ秘書に当たってそれがそのまま残ったというのがあるんです。一つはですね、脱経済、経済軽視ではない田園都市論も経済をちゃんと考えてますということです。とかく特に五十嵐なんかが言いますと、お前らは全然経済を考えてないとなるかもしれませんけれども、新しくねある構想を考えるときには、こう経済というのはやっぱりちゃんと入れなきゃいけないというのが一つですね。これが非常に重要なんです。大平さんの田園都市論を書くときにはいろんなことがありましてですね、非常にもやもやとした時代なんです。確信なき確信、自分本当の信ずるべき道が見えないという時代になっておりまして、田園都市論というのはその人々の心に確信がない時代の展望と想像を与えると言っています。私どもも縮小化社会に向かうときに、やっぱり単にダメだダメだじゃなくてですね、やっぱある皆さんに確信を持って想像や展望を与えるということが非常に重要じゃないかと思います。その次が、これが私どもの非常に共通するんじゃないかと思ったのは、文化を重視したい、文化を重視ですね。で、文化は単に祭りとか、なんかその重要建造物で送られてともしてい、人々の生活に生きがいと充実感を与える、そういう意味での文化を重視したいということです。それから脱イデオロギーが、既存の制度、今までの、いろんな制度的に異なっている、いろんなイデオロギーに基づいて固まっている制度から全部解放したい、全部解放して新たに構築したいというのが大平さんの田園都市論になりまして、これがちょうど我々の今後100年を考える時のですね、
高凸っていうか太陽凸影っていうか、なんかこう高対称で語れる一つのモデルですね。かなり大きなモデルではないかと私は思って、ただですね、一つだけこれつく、これは私は全くイメージは分からないんですけれども、田中さんは比較的技術というものを重視してます。技術、大平さんの伝統史論にはですね、技術論がなんとなくないという感じがありまして、この、私は大平モデルが今後金庫修辞が一つのモデルなんじゃないかと思います。技術というのはないということですね。2番目、田中さんは情報というものを重視しております。もちろんインターネットもないんです。コンピューターの時代到来しておりまして、ここにコンピューター時代にどういう年になるかとか考えて、大平さんの伝統書にはコンピューターが入っていると。最初両方ともないのはですね、命、生命科学ですね。要するに極端に言いますと、試験可能な人間も作れるような時代に今から50年代に必ず入ると思うんです。命っていうのを どこまで考えたらいいかってことはないと思うんですけれども、私がもし大平さん側的な塔に立って、人口縮小時代の、人々、生活、家庭、地域、都市、あるいは農村、あるいは国土を考えた場合には、技術とかですね、情報とか、人、人間の技術の命っていう、宗教的な意味を含めて命っていうのをどう考えるかのを含めてやらないと説得はできないのではないかと私は思っています。これは私の受賞で、本当はまだまだいろいろお話したいことある。とりあえず、皆様方の先生の意見を聞きながらです。後で、パネルディスカッション等で、私の意見にプラスマイナスあるところは、付け加えさせていただいて、次の回に、3回目にリレーしていただいて、で3回目でもう一度、制度論的にこれを検討してです。4回目は、できるだけ皆さんの声を反映するようにして、講演ではなくて、むしろ、パネルディスカッション、絶対パネルディスカッションにすると。いうような形でできたらいいかなと。でこれをどっかで少しまとめてですね、次の世代あるいは教育会の人たちに広げていってですね、全国からあるいは全世界からこういうことに共鳴する人たちを増やして、私は間もなくフェードアウトしますけれども、皆さん方ぜひ新しい日本を作っていただければありがたいというふうに思っております。ちょっと長くなりましたけれども、そういうインタビュー会社をさせていただきました。どうもありがとうございました。